ちょっと触っていい？おお、おお、はあ、気持ちいいねこれ。本日はこちらエポメーカーブリック87。まずはじゃあ付属品からいこうか。付属品です。予備のスイッチ、交換用キーキャップ、 USB Type-C to A ケーブル、キーキャップ、キースイッチ、引き抜き具、そしてレゴ。レゴだね。レゴだけどこっち予備パーツかな。腕がない。はい、それじゃあ本体行ってみよう。その前にマニュアルだね。日本語あるね。それじゃあ開けてみよう。おお、おお、これすげえな。お、ここがブリックになってんだ。ここがレゴになってんだ。へえ。おお、何これ、これ何これ。うわ、ここなんかできんじゃん。何これ、じゃあ触っていい？おおおおおはおおほはあ、気持ちいいねこれ。うわ、はい、ということで今日はですね、エポメーカーから来たブリック87ですね、こちらレビューしていこうと思います。はい、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、エポメーカーブリック87、エポメーカーさんよりレビューに送っていただきました。ありがとうございます。いやー、このキーボードですね、見た目めちゃくちゃ可愛いですよね。詳細は概要欄にリンク貼っておきます。エポメーカーブリック87、 80% コンパクトメカニカルキーボード、 Mac、Windows 対応、有線無線対応、ホットスワップ対応、 RGB バックライト、プログラム可能なキーマップ、2つのジョグコントローラー。まずはですね、外観から見ていきましょう。カラーは4種類あります。グレイグリーン、グレイピンク、ホワイトパープル、そしてクリアブラックですね。今回レビューするのは黒のトランスルーセントが美しくて可愛いクリアーブラックになります。本体はプラ系素材ですが、がっちりとした作りになっています。ファンクションキー部分が手前に傾いているくさび型をしているのが特徴的ですね。ファンクションキー部分の右上には現在の接続利用状況を表すランプがついています。またファンクションキーの上の部分はブロックが置けるようになっていて、付属のフィグなんかも載せられちゃうんですね。遊び心に溢れていると思います。本体左側には無線利用時のオンオフスイッチがついています。右側面には有線無線の切り替えスイッチがあります。スペースキーの下にはジョグコントローラーがあるんですね。左側がボリュームコントロールで、右側が RGB ライトの変更に割り当てられています。本体後ろには USB-C コネクターとブロックを配置できるような形になっているんですね。本体の底面には2段階の角度調整用の足と 2.4GHz 接続用の USB コネクターが収納されています。こちらはですね、技的マークが確認できていないので、有線接続のみの利用に限られますね。キーキャップも見ておきましょう。文字刻印はちょっと大きめですね。 PBT 製ということでございます。本体カラーがクリアブラック、僕が使っているやつの場合だと、キーキャップもトランスルーセント、いわゆる透明になるわけですね。指触りはツルツルサラサラという感じで、とてもね気持ちいいですね。そしてなんといっても RGB ライトが綺麗に光るので、もうね、光らせたい人にはもってこいですよね。 RGB ライトはめちゃくちゃ綺麗なので、ちょっと見ておきましょう。
スイッチについても見ておきましょう。スイッチはですね、エポメーカーウィステリアリニアスイッチということで、今回リニアスイッチを選択しています。アクチュエーションフォースは 45GF、 プリトラベルは 2mm、 トータルトラベルは 3.6mm ということですね。でポム製でできているということで、打鍵感はですね、もうなんとも優しくてスムーズで心地よいです。底付き時の指へのフィードバックもカチッとしているんですけども、こう優しいんですよね。そしてこのね、スイッチのステムのぐらつきも気にならない感じですね。非常にね、とてもとても気持ちがいいと思います。アプリケーションをダウンロードすることで、キーマップの変更、それから RGB の光り方なんかの変更もできちゃいます。で、この RGB の光り方なんていうのは、実はいろんな方がね、アップロードされているのをダウンロードすることで、自分のこのキーボードにね、適用するということもできるんですね。で、アカウントを作っておくと、自分のもね、アップロードできるような感じになっていますね。山カフェチェックです。ブロックのフィギュアがついてくる遊び心満載の見た目も可愛いエポメーカーブリック87ですね。くさび型のちょっと独特の形状でございます。ファンクションキー部分がね、特に面白いですよね。この部分が使いやすいかどうかは、まあ人それぞれかもしれないですね。で、 PBT 製のキーキャップとエポメーカーウィステリアリニアスイッチとの相性は良くて、もうことことことと小気味よく打鍵することができると思います。2種類のジョグも便利に使えるんじゃないかなと思いますね。重さは約 900g ということなので、まあ持ち運びにはちょっと厳しいんじゃないでしょうか。カラーバリエーションも豊富なので、好みのものをね、選んではどうでしょうか。クリアーブラックのこのキーキャップと RGB の光り方の組み合わせはめちゃくちゃ綺麗なので、ゲーミングキーボードとしても面白そうですね。はい、このね、エポメーカーブリック87ですね。Amazon で価格チェックしておきます。税込みで 16,010 円ということで、やっぱりね、このエポメーカーのキーボードはどれもね、コスパが素晴らしいと思います。最近触っているこのエポメーカーさんのキーボードたちですね、打鍵感とか音っていうのはもう本当にね、素晴らしいなと思いますね。まあ、金額感とのこのバランスも素晴らしいんじゃないでしょうか。まあ、一方ね、この技的マーク問題、まあ、これを取得してくれたら本当ね、日本で天下取れるんじゃないかなと思うぐらいですね。ということでね、概要欄にリンク貼っておきますんで、気になる方はチェックしてみてください。ということで、質問ありましたらコメント欄までお願いいたします。チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。